えばそのメディアデイリーに対してですね、なんか太鼓判が出てきてちょっとでも彼の悪口言うと、もうその共和党の候補はね、相手候補は次の日から電気や水道が止まるって言われたんですよ。もうそういうことが起きてるわけで、私のだから義理の親戚は全部ね、アイルランド系アメリカ人なわけですよ。もうしかも死刑のね、死刑っていうのはあの警察官とかもう6人ぐらいいるかな、こうでみんなもうね、そういう警察官とか消防士とか多いのね、アイル死刑っていうのは。で70年代80年代にあの民主党の運動員やった人たちも結構いるんですよ。で僕直接これ聞いた話ですけどね、もうこれね、例えばこう施設あるじゃないですか、いろんなこう 老人の住んでる施設とかね、大きいところ、そういうところからね、まあ、民主党の運動員がバーッと前に連れてくるわけです。バスで10人とか20人とか往復するわけですよね。でその行って投票所まで行く、中に入っていけるわけ、そのお手伝いするその民主党のね、中へ入っていって、それであの当時は今みたいな紙じゃなくてね、このボタンなんです、青のボタンとか赤のボタンで、でこうポンと押せば、はい、民主党の何々氏ってこうなるわけですね。でその時私のその議員の親戚は一緒にくっついてて、はいおばあちゃん一緒に入って行こうねって言って、投票、この赤いボタン、はい、ここまでね、はい、赤いボタン、はい、これをこの後ね、はい、ドンと手を添えてさって助けてあげると、ここまではちゃんとくっついてるんですよ。もうそういうことがずっと民主党の選挙では行われていたわけですね。これ一例ですよ、単に。だけどそういうのをね、エルイさんとか知ってるわけです。普通のアメリカ人でもみんなが知ってるから、多分知らない人も多いと。カレルはアイリッシュなんで、だから多分、はい、多分特別なものがあるんじゃないですかね。そのアメリカのダメな部分っていうのはやっぱ許せないっていうか、それで彼はニュージャージーなんですよね。そうです。ニュージャージーもね、これも昔からニューヨークかニュージャージーか、あるいはペンシルベニアかっていうぐらい組合と不正が多いって昔から有名なところですよ。そう、知ってる人は知ってるんですよ。だ日本のようになんだメディアがトランプの、あのトランプ大統領の根拠なき、ね、不正選挙の何が知ってるのは見せないです。のもうバカバカしい。私は思いますね。はい、ちなみにですね、さっき日本の新聞があの全部一字一句違わないヘッドラインで、去年の7月9日をですね、5紙が、全国紙が報道したというのを見ていただきましたけど、ちなみにこれ、去年のこれは、7月8日のこれロイター伝ですね。ロイター伝で、あのさっき山中さんおっしゃったようにね、あのアサシネイティって書いてあるわけですよ。つまり、前首相総理大臣は、選挙運動中に、暗殺されたという、そういうちゃんとアサシネートって言葉を使ってあるわけですね。でこれはロイターでです。それと、大事なのはキャンペーンって字が入ってますでしょ。はい、だね、キャンペーン、選挙期間中、運動中に殺害された政治家、アサシネーション、アサシンなんですよ。暗殺なんですよ。当然、普通は当然ですよ。キャンペーンってそうなんですよ。ケネディ問題じゃないですか。あれ暗殺ですか。記者ちゃんのヤンキーで。ベンチです。あ、そしたらもしかしたらさっきの動画もそれかもしれないですね。だからサーバーができない。もう一つはですね、これを見ていただきたいのは、これはフランスのメディアなんですが、これリベラションなんですよ。フランスの左翼紙ですよ。でジョン・ F ・ケネディやインドラ・ガンディ、それからパキスタンの、パルムと同じように、安倍晋三は、政治的な死を遂げたという、まあ、そういう見出しになってて、ここでもうすぐにですね、ジョン・F・ケネディ、インドラ・ガンジーとこう並べてもう見出しにしてるわけですよね。これが普通のメディアだとこういう反応をするのに、本当に気持ち悪いんですよ、この1年間。もう全部、ね、あの統一教会とね、全部結びつけたことでしたから。
見てアメリカだともうなんか向こういますけどね、そうやって行ったり来たりしながら見てるから日本のメディアね、いかにおかしく偏ってるかってのは非常によく感じますね。それで山中さん、今までの話にその踏まえてなんですかね、今の日本 その政治状況、どんなふうにお考えになってますか、客観的に見て。これですね、まあ、ずっと、まあね、40年以上前に向こうへ行っちゃって、結局、まあ、この25、6年往復を行ったり来たりしながら、アメリカの政治もおかしいけど、日本の政治はやはり、私が言った30年前、40年前、まあ、この経済に関しては30年まるで成長してないということですよね。そしてただね、ずっとその間、まあ、やはり自民党政権だったわけですよ、まあ、短い間ですけどね、民主党が取った。ただやはりこの政治っていうものの劣化はアメリカもひどいんですよ。確かにひどい、特にここオバマあたりから本当かしらになっちゃってる。アメリカもそれは私たちね、ちっちゃな会社やってる人間にはね、あのオバマの8年間というので、どれぐらい保険が上がったり、税金が上がったり、負担が上がったかっていうね、日本にはこのままで報道されてね、オバマケア、すごく素晴らしいものだった。我々の負担も倍ですから、最低でも倍に保険は上がっちゃったわけ。そういうことが日本で今起きてるんじゃないですか、もしかして。どんどん今、確かにガソリンはアメリカほどは高くなってない。全部補助金出してましたからね。だけど、その補助金切れたとこ言って、今すぐ180、200円になるとかいう勢いでしょ。200円超えた、すごいね。高速で、うん、ああ、そうですか。で、これってね、ちょっとありえないぐらいのスピードで上がってるんじゃないですか。食品、まあ、この中女性、主婦の方も多いと思うんだけど、ね、5000品目、1万品目上がってると、値段がね。これも、皆さんがそれで、それで日本のメディアが、あるいは言ってるのは、日本の政府が言ってると同じで、結局これはロシアのプーチンだと。ロシア・ウクライナ戦争が起きたおかげで、もろそのせいもありますよ。資源がね、ロシアが一番の資源国なんだから、そこがこうね、元栓バルブ止めちゃってるとあるんだから、特にヨーロッパへね。ってことは、どこからかみんな買いに行かなきゃいけないようになってるわけですよ。ロシアは大国でしょ、エネルギーの。サウジも大国ね、じゃないですか。ここね、アメリカが一番の輸出、いわゆるね、資源大国だって報道はあまりないと思うんだけど、世界最大の資源国の一つでもあるわけですよ。天然ガス石油はね。だからトランプの時にね、トランプってじゃんじゃんシェールオイルとかシェールガスをね、ものすごい開発させて、大体ね、日産にして300万バレルぐらいね、余って世界に輸出してたんですよね。それをバイデンが大統領初日就任したその日に、パイプラインを全部止めて、すべての化石燃料を止めると、グリーンエネルギーのためにね。それによって、そこからどん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 ガソリンが急激に上がり始めて、なんロシア、ウクライナずっと前から上がり始めてるんですよ。だって世界最大の、ね、石油消費国も今まで輸出したの止まっちゃったから買いに行かなきゃいけなくなるんだよ。これが大きな全ての最初の原因なんですよね。でもそういう報道は何もないじゃないですか、日本では。まあかなり私の本では書いたんですけど、そういうことだと思うんですよね。まあ、だからその翻って日本はどうなんだっていうふうに考えると、そういったアメリカの、ね、おかしな部分が全部乗り移ってきてるんですよね。そのまんまインフレもこのままどんどんまた本格的にインフレになりますからね、日本は。でそれに対して、まあ、岸田政権だけじゃなくて、その前の政権も基本的に今までやってきたのは、はいって言って、まあ、いわゆる植民地みたいなもんだと、ずっとへいへいということで、今ね、シカゴ市長に来ましたよね、元シカゴ市長。そして今のウクライナじゃなくて日本大使ね、中日大使エマニュエルね、彼来てどうですか。私もかなり彼のことは詳しく、私の2冊目の本で書いてる。シカゴ市長8年やったんですよ。私シカゴをずっといますんで、彼 のエピソード有名なのあるのね。彼が議員時代に、シカゴの議員時代に、自分の同じ党の民主党のライバルですよ、死んだ魚を送りつけたんですよ。死んだ魚ってゴッドファーザー見た方お分かりですか、だと思うね。つまり相手のファミリーに対して、この死んだ魚を送るってことはね、今頃お前たちの仲間は海の下に沈んでるぞって意味なんですよ。非常に怖い。そういうことをやった人が今中日大使なんですよ。だからすごい評判が悪くてね、アメリカでも
何の職員もつけなかったわけですよね、はい、それを日本大使に送り込んできた。これはね、なぜあれだけ、まあ、重要なのはね、あの彼が非常に民主党の中で本当に評判が悪かったということ、これも日本では全然出てこない。なぜかっていうとね、彼はあまりにもアグレッシブすぎる。彼は、ね、ユダヤ、まあ、典型的にユダヤ系なんでね、で、まあ、ユダヤのイスラエルに行ってイスラエルの軍にも志願したことがあるぐらいね、それぐらいの高派だけども、そういった人がなぜ今回来られてきたのか、いくつか僕は理由があると思うんですが、今国務省はブリンケン、ニューランドっていうね、まあ、国務長官、国務次官ね、このワンツーコンビでしょ。めちゃくちゃな超ネオコンコンビなんですよ。戦争屋です、はっきり言って。いろんな世界で紛争戦争を介入しているのはあのニューランドっていう女性ですから、特にね。だからブリンケン、同じ、まあ、ウクライナ系ロシア人。そして、まあ、この日本に送られてきたのは同じユダヤ系のエマニュエル。そして民主党の中でもめちゃくちゃに嫌われている。しかし今回送られてきた一つには、やはり日本はもういいとこ適当に言ったら変だけどね、こいつに鼻面、ね、振り回しても日本の政権何も言えないとできないとなめられてるんですよ、はい、だから本当にあのアメリカの意向通りにね、はい、動くということがはっきり証明して1年以上でね、もう分かっちゃったわけですよね。でそれを証明したのが、例の、6月にあの可決されました LGBT 法案なわけですね。そうですね、だからあれもね、結局シカゴの町は、まあ、彼の8年間で、私ね、青森市とシカゴ市のね、まあ、文化交流のブルースで音楽でつなぐっていう創業メンバーなんで、20年前からシカゴ市長と青森市長のね、新書のやり取りをずっとやってきてるんですよ。だから彼の新書も8年間青森市長にずっとやってきたんでね、でだから彼の評判よくシカゴ市役所の中で知ってるんですけど、非常に怖がられてましたよね。なぜか、あれ見たら分かるじゃないですか、日本に来た。そしてもうずっと官邸を相手に、あの、まあ、今話題の木原っていうね、あの人は週に1回大使館に行って、うん、レクチャーを受けて、だね、彼は日本そのずっと降りないんですよ。そのバイデンから指名を受けたんだけど、日本大使の承認が同じ民主党の中での反対が大きいから過半数取れなかったんですよ。そういうことも日本でやってるわけです。ほとんど報道されないよね。なんで報道されない。だからそれは異常ですよね。異常、いくつかの裏技使ってね、彼はなったんですけど、一応その承認が通って、でその後にでも何彼がやったって、半年以上ジャパンハンドラーズのところへ行ってずっとレクチャーを受けてきたんですよね。あの、まあ、ジョセフ・ナイトがご存じのね、アーミテージとかいるんです。ずっと日本で美味しいもんね、美味しいとこだけ取ってきた連中が、だどこの誰に会って何言えばどういうふうに動くか全部分かってきてるんですよ彼は。マイケル・ビューリー、みんな、でも全部そういうのは向こうの記事出てますよ、うん、私のね、まあ本当にね、こういうことが、まさか私、あの彼が行く日本に行くというものすごい危険だなって、まあ、書いてます、その中でね。で、あのその時唯一ね、あのエルドリッジ博士なんかがね、って私のシカゴの非常に日本をよく知ってる友人たちがね、絶対にこんなの行かしちゃダメだっていうことだったんですよ。知ってるから彼の素性をね、うん、こういうふうになっちゃった。うん、まあこれまだこれかなって感じだね、うん、まあ、これからだから何をね、あの仕掛けてくるかっていうことを、に注意しなくちゃいけないんですけど、どっちにしてもね、岸田政権って何にも打ち返せないわけですよね、はい、でだって今のあれですよ、チャイナからの、馬鹿げたね攻撃ですらまともな反論もできないでしょ。何もできない、いつも同じ言葉ばっかり、いかんってね、いかんほど、もうどうしようもないわけですよね、本当にね、うん、だからむしろね、あのアメリカの方がまともな反論してますよね。あのチャイナはこんなことやってるのは偽善の極みだとかね、となんで日本人の政治家はそういう言葉使えないのかって不思議でしょうがないんですよね。まあ、民主党、共和党ともにね、基本的には議会の非常に反チャイナ、親台湾で、これはもう固まってますからね、だけど、あそこにいる一番バイデン大統領だけが非常にたくさんの何がしをもらってますから、非常にね、もうそこで完全にコンプロマイズってね、もうされてますね、買収されてるということですね。
だからもう根元からね、そうなっちゃってるんで、あとやっぱり、アメリカはあの大学もかなりやばいですね。大学が一番やばいです。MIT がだって、センテンスじゃなくて、あのチャイナのあれですよ、あの IT 企業にものすごい研究費、出してるんですよね。で、それ最近分かったんですけど、いまだにそれやってるんですよね。で、金はね、チャイナ側も大量に出てるし、大学の金額がね、はい、まあ、あのハーバードとかイエールから全部そうですよね、うん、イエールなんか戦前からそうだっつうんだから、もうイエールって名前の付いた大学がチャイナにあるっつうんですから、うん、もうそれぐらい大学っていうのは昔からズブズブで、向こうからのいわゆる共産党政府もね、金が入って、これ私一回驚いたことあるんで、コロンビア大学、ニューヨークでトップの大学ですよね、コロンビアユニバーシティね。まあ、あそこでね、たまたま日本の私、銀行の人たち、仲良い青森の銀行のグループの人たちで、ね、案内してくれて、連れてったんですよ。うん、で、ニューヨーク案内したと、コロンビア大学の9月だったんでね、行ったら学生がいっぱいいて、MBA の入学式やってるわけ。150人ぐらいいた。ほぼほとんどが全部アジア系なんですよ。アジア系。90何パーセント。白人パラパラしかいない。で、私ちょっと行って聞いたんですよ。あんたたちどこから来たの？全部 from China だ。もうそこまで、まあ、コロンビアは超リベラルな方ですからね、アイビー。コリアもいるでしょう。コリアとあのチャイナが多いんですね。ただ圧倒的にチャイナ。日本人はもうほぼ今、あのアイビーリーグもね、ハーバードもコリア行かないんですよ、うん。行かなくなっちゃった。優秀な学生いるんだけどね、うん。非常にそこまで中国の大学がズブ、アメリカのトップの大学がズブズブで、もう10ミリオンダラ単位でハーバードとかああいうトップのアイビーリーグは、中国政府から、あの金をもらってますから研究費をね、当然中国人の教授と中国人の学生をどんどん取るわけですよ。そういう風になっちゃってます。だから議会がいかにね、そのチャイナに対してのいろんな政策を取っていって、まあ、例えば今だったらその半導体規制を必死にやってるわけですけども、その足元からね、あの崩れていくような、そういう状況はあるわけですよね。だからそういう時だから日本はきちっとそれをやんなければいけないわけですけど、そうです。ところが日本もこんな状態ですよね。さっき言ったように、あのでもあの福島のあれ中央共産党って本当バカだね。だから本当にああいうことをね、まあ、あれであの論理で通用するだろうと思って、あれどうだという、彼らは俺外なんかどうでもいいわけですよ。つまり中さえ良ければ中を安定させるってことが一番重要だからね。だからそれがはっきり分かっちゃって、で今まであんまりそのあれじゃチャイナにその敵対心持ってない日本人だって、この今回ではかなり頭がきてるんでしょう、普通に考えてればね、うん、だから僕はね、あの対応政府側にもね、非常にやっぱりあのいわゆるね、非常にこの情報の出し方自身に非常に問題があるというのは事実なんですよ。非常にあのうまくね、あのもっとしっかりとあの外務省あたりもね、発信してなきゃおかしいんですよ、前から、ずっと前からね。それをまるっきりちゃんとろくなことができてないから、なんか当然、ああいうことやったら、なんかあのっていうね、そういうこともあるんだけど、日本人の中でも反対する人はね、まだいる。だけどね、まあ、ああいうちゃんとした国際機関から来て、一応のあれは判断は出てるわけだから、まあ、アメリカなんかじゃ絶対に、トランプ政権だったら、まず絶対ああいうことはありえないんですよ。うん、思いますね。安倍政権だったらね、やっぱりね、あの、まあ、安倍元総理の話にちょっと戻るけど、あの抑えになってたんですよね、負担になってたんだけど、その負担がなくなっちゃったんで、地味毛量が全部飛び出してきた。それであの女性の、ね、参議院議員ひどいのばっかりが出てきちゃったでしょ。あれだって安倍晋三っていう人間がいたから気にしてああいうバカなことやってなかったわけで、それが平気で1年経ったらああいうことやるようになっちゃったり、 LGBT をね応援したりする議員もね、もちろんそれもそうですね。安倍さん女を見る目がなかった。イダナトロミもそうだよね、本当に。まあ、でも今のチャイナの動きに関して言うと、アメリカの方も体制で言うと、やはり一応あの議会の方ではね、
ぱりあの今回のこういうのに対して、まあ、反チャイナなんだけど、一番の私にやっぱり問題点はロシアとチャイナがくっついちゃったってことなんですよ。それなんですよ、これをトランプさんが一番ずっといつも言い続けたのはそれなんですよね。この2つだけは絶対くっつけちゃいけないんだっていうことです。それは日本も同じなんですよ、はい、本当に安倍さんもそれずっとやってた。そう、26回やってるわけですよね、うん、だからあの安倍さんの26回確かに北方領土の問題もいいんだけど、あれだけでやってたのかって言った時に、私ちょっと質問ね、あの玉上元空将いらっしゃるでしょ、はい、私ちょっと仲いいんで何回も空将したりするんですが、ね、聞いたのね、安倍さんはあの26回も会ってたのは何も北方領土だけで会ってたわけじゃないんだ、ロシアとチャイナを近づけちゃいけないっていうことでロシアをこうしっかりとこう、ね、こっち側に入れるっていう、それも一つあったんだというね。だけどそういうことは日本のメディアはまるで報道されないから、まあ、ただ単にね、あの北方領土政策が失敗したとかね、そういうことしか言わないわけですよね。失敗したかどうかじゃなくて、今山田さんが言ったようにそれだけの関係を築くことが、これ実はチャイナにとっても非常に嫌なことなんです。非常に嫌で抑止になるわけですよね。で、あの実は習近平なんてプーチンなんか大嫌いだしね、でプーチンだって大嫌いなはずなんですよ。でそういう現実っていうものをやっぱりあの表に出すことが必要なわけでね、でそれをだからやってて、それであれですよ、ある意味あのプーチンがね何年前から思い切ったことを言ったことがあって、ある意味下関に行きましたよね、来日した時に、はい、でその後だったかな、あの、要するに平和条約、ロシアと日本のね、が結ばれた後っていうのは、日米安保があっていいのかみたいなことを、ね、こう言ってるわけですよ。で安倍晋三って人はね、そういうテーマにもちゃんと客観的に捉えて、それをどう評価するか、どうプーチンに返事をするかっていうことができる人だったわけなんだけど、今日本の政治家でその人間一人もいないわけです。ないですね、もう日米安保っていうのはあのもう宿命みたいな、絶対なんだっていうね、その日米安保だけで、つまりやはり日本はね、戦後ビッグブラザーだと思ってきたわけですよね、アメリカはね、間違いなく。でただこれ私も仲のいい人が今外務省にいてね、もう教えてくれてるんですけど、今の外務省はほぼ 100% 民主党、アメリカ民主党だけくっついてるんですって。だから共和党にパイプがないわけですよ。全然ないですよ。だから安倍さんがあのトランプが当選した後にニューヨークでトランプタワーで会いましたけど、あの時はあの本当に困ったんですよね、会う手段がなくてね。本来はでも外務省はそれじゃダメなわけじゃないですか、両方にパイプ持ってなきゃ、なんでも民主党はそれ自分たちが大好きなのは分かるけど、でもそれ以外にこっち側にもちゃんとパイプ持って、それやるのが外交だと思うんだけど、あまりにも日本の場合は短絡的とか外交も含めてね、まあすでに外交で敗戦してますよね。しかし、なんで民主党政権ですか？いや、やっぱりね、グローバリストなんですね。民主党政権というのは基本的に、今一番大きな世界の、まあ、グローバリスト、まあ、ディープ政という人もいますけどね、そことしっかりつながっているのは民主党と、その後ろにいるウォール街、金融資本であり、アメリカ大企業であり ね、まあ、ビッグテックで、全部そっち側なんですね。だから、そっちとくっついてりゃ安全だというあれがずっと長いことあるから、彼らの中に、そういうことが起きちゃったわけですよね。まあ、だからそういう意味で言うとね、あのイーロン・マスクみたいなね、あの変態みたいなのに突然変異みたいな人出てきたっていうのは、あれは素晴らしいんだよね、本当に、まあ、まさにあの IT 業界のドナルド・トランプだよね。でもうワクワクしてますよ、私なんか。次は、次何やるのか。名前出さなきゃいけないのはやっぱりロバート・ケネディ・ジュニアじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、おそらくね、ロバート・ケネディ・ジュニアは無理でしょう、民主党で大統領候補になると、何が何でもバイデンになっちゃうんですよ、死なない限りね。であのエーザイがアルツハイマーの薬をアメリカで売ることができるようになりましたからね。まあそれは冗談ですけど、あのどっちにしてもですね、ロバート・ケネディ・ジュニアはまず無理でしょうね、あの民主党の民主党の中で予備選は勝てないですよ、ありえないです。もうものすごく攻撃されてますから。でその時に面白い、
次の手があって、トランプが副大統領候補をロバート・ケネディ・ジュニアにするという、そういう話があるんですよ。でそれができたら最高だよ。そうですね。だからね、ロバート・ケネディ・ジュニアっていう人は、まあ、今 18-20% ぐらいの民主党内の予備選の支持率なんですよね、第2位。つまり、まあ、バイデンはさすがに現職だから 60% 全部ね、ある。だけどパッとその60% はある。民主党の中だよ。民主党の中だよ。いやいや、びっくり、それもびっくりしたよ。その中ではあるんですよ。やっぱり何が何でも現職を入れるっていう人たちいますからね。いや、かなりマニピュレートされた数字かもわからないけどね。でも 20% 近くは全くあのメディアの報道が何もなく無視されてきた。このコロナで3年間彼は、まあ、ワクチン反対っていうか反ワクじゃないんだけど、あらゆるその主流派のものはいい加減で、もうあの大手いわゆるファイザーとかね、ああいう製薬会社といかにズブズブでね、いわゆるアメリカの版厚生省とかああいうところがね、なってるっていうね、それをずっと言い続けて、アメリカの民主党と主要メディアから毛虫のように嫌われてきた人間なわけですよ。だから報道もないしね、だからこんなものは勝つわけないって無視してたら、あれあれ、なんか2割ぐらいまでなっちゃってるわけでしょ。だけど、まあ、言われた通り、間違いなく可能性はないんですよ、民主党の中での予備選はね。同じパターンがね、2016年あったんです。ヒラリーの時にね、バーニー・サンダースっていうね、共産、まあ、主義者、まあ、社会主義者のようなね、いた。ただ彼、若者に非常に人気があったんですよ。人気があった。ただ、ヒラリーが民主党幹部と組んでね、非常に汚い手を使って、バーニー・サンダースをね、下ろしたんですよね。もう本当悔しそうな顔をバーニーもしてたけれども、だけどあの時彼を推してた非常に若い学生中心のね、若い人たちが、怒っちゃって、絶対にヒラリーには入れないよって、当時から言ってたんですよ。ヒラリーが負けた一つの原因でもあるって言われてるんだけど、その時にね、今言われてるのは、今、ロバート・ケネディ・ジュニアは来年2024年の大統領に押すっていう、その、いわゆるスーパーパックってお金集めるあれがあるんですね。今ね、3週間前で約20億から24億集まってる。そして、この代表の人が言ってましたけどね、バーニー・サンダースとケネディは違うと。バーニーは降りた。そうですね、いろんな手を使ってプレッシャーかけられてね、降りた。だけどケネディ、ロバート・ケネディ・ジュニアは降りない。なぜか、ケネディはファイターの血があるんだよ。だからバーニーとは違う。だから彼は降りない。だから降りないってなった時にね、民主党から出るかっていうのは出れないし、まあ第三極、どっかから出て、そこから私は大統領になるとかなった時に、もしかしたらトランプさんが副大統領候補ということで、可能性としては可能性はありますよね。だからその二人は今度は、まあ、スティーブ・バーノン言ってますけど、アンストパボーだって言ってますよ。それぐらいも一番もうすごい、ね、ロバリスだとか民主党にとっては最強の敵になっちゃう可能性あるね。いや、ロバート・ケネディはね、私非常にね心配してるのはね、要するにボディーガードをつけられてないんです。つけられてない。民主党はわざとやってるんです。バイデンが拒否しました。だって普通だったらば大統領候補に出るんだったらばボディーガードつけるんですよ。同じ民主党内で非常に一番激しく憎み合っているような政敵でも、うん、ニクソンと誰々とかね、レーガンと誰々とかあってもね、必ず時の大統領はね、一番その2番手には、ね、つけるんですよ。それを拒否してるんですよ、バイデンは。確かね、何ヶ月まだつける時期ではないって言ってね、うん、それで要するに直前か半年前か、うん、それからつけるんだみたいな。でもその前例を言えばもう300日400日前から全昔の大統領は全部つけてるんですよ。そうなんですよ。それはだからわざとやって、あれは逆に言うと脅しですよね。要するに自分の父親だって大統領 選挙中に暗殺されてるわけ で、叔父だって暗殺されてるわけでしょ、うん、だから完全にあれじゃないですか。ロバート・ケネディ・ジュニアを脅してるわけですよね、バイデンは。で、そういう構造を日本のメディアは書かない。まるで